おはようございます。1月の定例記者会見を始めさせていただきます。本日発表項目4項目ございます。順次、モニターの方で、説明させていただきます。まず1点目でございます。2月14日から5日間、自動運転の自動運転バスの実証運行を開始します。これは、和歌山市の目抜き通りである欅大通りで JR 和歌山駅から和歌山城まで、実証実験するということで、非常に、交通量も多いところなんですけども、速度をうまく使って、やりたいと思ってます。目的は、一つは、バス運転手さん不足で、非常に今全国的にも問題になってますけど、和歌山市でも運転手さん不足というのは非常に問題になってます。こうしたことに備えるということ、もう一つは、観光としてこの和歌山駅から和歌山城、非常に魅力的な場所でもあるし、距離的にも2キロになります。そうした中でですね、できるだけ多くの観光客の方にも将来乗っていただいてですね、あるいは歩いていただいて、途中で疲れた方も乗っていただける、そういう観光的な要素も含んで、それで今回実証実験させていただきます。この JR 和歌山駅から、和歌山城前ということで、途中ですね、バス停が、バス停というか止まるところ1箇所ございます。期間は5日間ですけど、1日あたり9便で10時から21時、夜間については16と17のみになってます。9時台の そちらのお手元の方に、時刻表を入れてますけども、9時台に1便、走らせることになってます。できたらですね、昼と夜間のその状況っていうのを把握したい、そういうこともあって夜間の方もやりたいと思ってます。今イルミネーションもやってますのでですね、そうした観光的にも使ってもらえればと思いますので、それただ予約受付になってます。1月29日から予約、乗車料金等は無料になってますので、ご希望の方は予約していただいて、試していただければというふうに思います。自動運転としてはレベル2のでの実験になります。運転手さんが肩に、横についていてですね、ブレーキハンドル等の、場合によって補助をするということになっています。今後、6年度来年度の、実証実験も含めて7年度にはレベル4の方、ほぼ無人でやるという形でですね、7年度大阪・関西万博の時は7年度のレベル4を目指していきたいと思います。次お願いします。次、2点目でございます。脱炭素を向けて EV の、今年度補助金も設定させていただいたんですけど、非常に人気が高いんですけど、EV 車の普及をさらに促進したいと、そういう思いでですね、公共施設に EV の充電インフラの、インフラを設置するためのですね、民間の方との協定を行います。一つは EV 充電する場所を増やして EV 車を普及させたい、もう一つは非常に災害のとこではですね、燃料不足であったりエネルギー不足っていうことになります。そうしたことにも対応して、災害等における地域のレジリエンスの強化ということで、いろんな目的が含んでるんですけども、そうした大きくは2つの目的でやっていきたいと思ってます。協定をこの3社とやることになってまして、1月30日と形になります。次お願いします。TGC 和歌山2024ですけども、会場内も非常に人気があるんですけど、合わせてですね、当日は会場外でも多くの方にこの TGC 和歌山を楽しんでいただければという思いで、会場外でもチケット持ってない方も楽しめるような、和歌山市の PR ブースを設けてます。
バックヤードでのケータリングメニューの販売をこの外でもやるということで、モデルさんが、試食される、そうしたそのケータリングを外でも食べられること、販売されることになっています。それとプレゼントの交換、またグッズ販売とですね、またフードフェスということで、この入り口、ビッグホエールの入り口付近では県全体の県の食材を活用したフードフェスも開催されることになっています。そして合わせてですね、同じくパブリックビューイングは若地下広場、それと味噌の商店街ではTGC のナイトマルシェということで、これは夜の8時まで、開催することになっています。次お願いします。最後4点目になります。ハイドさんが監修していただいたハイドメモリアルギャラリーが和歌山城ホール3階に設置してあるんですけども、リニューアルされます。大型パネルがまるリニューアル、これもハイドさんが監修してですね、できるだけ新しいイメージで、設置したいという思いで、新たに監修します。そうした、リニューアルが、2月の1日、ハイドさんの誕生日が1月29日ですので、それも記念で2月1日に新たにリニューアルすることになります。発表項目は以上でございます。よろしくお願いします。